皆さんこんにちは、森蔵です。この前白浜に、和歌山県の白浜にシュノーケリングに行ってきたので、その動画を上げたいと思います。波ですごく体とカメラが揺れるので、映像すごく見にくいかと思います。波酔いに注意してください。この魚の群れなんですけど、ちょっと種類わからないですね。はっきりした特徴もないので、図鑑をパラパラめくってみたんですけど、これやという魚が分かりませんでした。分かる人教えてください。で、これはクシクラゲですね。クラゲという名前はついているんですけども、サスクラゲとは別の種類で、体の外側にですね、繊毛を束ねた、なんていうのかな、くし板っていうのがあって、これを頭のてっぺんから、頭っていうかな、体のてっぺんから下の方に向けて順番にパタ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 と、ドミノ倒しのように、繊毛の板を倒していきます。で、そうやって生じる水流で泳いでるようなんですが、繊毛と繊毛が束ねられている隙間にですね、太陽の光が入ると虹色にピカピカ輝いてですね、これが体に沿ってピカ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 と、光が映っていくので、とても綺麗です。これタカノハダイですね。頭に近いところのてっぺんが盛り上がってて不思議な形してますね。これ念仏台です。親が口に卵を加えて孵化まで育てるマウスブリーダーみたいですね。これはコモンフグだそうです。クサフグとよく似てるんですけど、ちょっと模様のパターンが違う。結構たくさんいました。で、このフグなんですけど、1匹、近づいても全然動かないやつがいて、病気か怪我かで死にかけてるのかなと思って、手に取ってみました。手に取っても暴れることがなかったんですけども、どうやらこれ寝てたみたいですね。ぼーっと寝てたみたい。昼間でも寝るんですね。で、逃がしてやると元気に泳いで去っていきました。で、結構立派なイソギンチャクがありました。熊の実が中に住めそうな大きなイソギンチャクです。名前調べてみると、サンゴイソギンチャクかオオサンゴイソギンチャクの仲間っぽいですね。で、この絵では、この魚、念仏台が2匹、近くにいましたね。磯では念仏台2匹ペアでいるのをよく見かけましたけど、オスメスのペアとかあるんですかね。海水水槽でイソギンチャクとか飼ってる方いらっしゃるんですけど、僕はとても水質を管理できないだろうなと思うので、海水には手が出ないですね。見ると綺麗なんですけどね、ショップで見ることで我慢してます。で、ちょっと遠目で見にくいですけど、ゴンズイという魚の幼魚がですね、集まって玉のように密集してます。ゴンズイ玉とも呼ばれるんですけども、この黒い体に黄色いラインの魚ですね。で、ヒレに結構強い毒があるみたいで、こいつに刺されると結構痛いみたいですね。なんでここまで密集せなあかんのかは不思議ですよね。もうちょっと離れてても良さそうなんですけど、みんなで砂地をついばんでました。
カゴカキダイです、飼育しやすいみたいで海水魚を始める人の一番最初の魚としてよく飼われるそうです。動き早くて画像が追いついてないですね。こいつはナベカという、ギンポの仲間だそうです。この真ん中の穴に潜り込んで顔だけ出してますね、こいつ。で、縄張り意識なのかすごく自分の体より大きな魚にも向かっていって人間の指にも噛みつくみたいですね。サンゴです。何の種類のサンゴかちょっとわからなかったんですけど、和歌山県の白浜のあたりは黒潮が当たっているので、まあ、結構暖かいのでこういうサンゴも、生えることができるんだと思います。和歌山県の最南端の串本まで行けばもっと多くのサンゴや熱帯魚見れると思うんですけど、行くのがすごく遠いんですよね。ガンガゼですね。真ん中の赤い部分が肛門で、その周りに青く光ってる5つの部分がすごく綺麗です。こいつトゲに毒があって刺さると折れやすくて皮膚の中に残ってすごく痛いみたいですね。気をつけたいウニです。ニセクロナマコです。海水を絞ってますね。ナマコの仲間はですね、砂地の砂ごとを食べてその表面に生えているというかその隙間にある有機物デトリタスというようですけども、それを消化しているので海の掃除屋さんとも呼ばれてます。でこのナマコなんですけど乾燥させて食べてる漢方薬かなにしてるところもあるみたいですね。ご視聴ありがとうございました。続く。